今日のワクワクを発表します。岩田組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月に入ってスクラップで買った US500 のホイールが5本ぐらいあったのが5セットぐらいあったのが4セットか3セット売れて、おとといパンちゃんの真っ黒に塗ったスクラップで入ってきたアウディの TT のホイール、これが売れました。はじめお客さん社外がいいって言ってたんですけど、パンちゃんのホイールを、つけたところそっちがかっこいいということでそっちになりました。フロントで仕事をしているとタイヤの値段っていうのは決まった値段でその値段を上げて売ることはできませんが、スクラップのホイールを10万近くの値段まで値段を上げて売るっていうのは、すげえなというふうに、自分じゃできないことだなと昨日ちょっとたまたま家に帰って考えてたら思いました。ただあんまりバンちゃんを褒めると調子に乗るので、バンちゃん、先日、お客様が冬タイヤを交換に持ってきたところ、バンちゃんにお客さんがこのタイヤ使えるかと言って9分ぐらいのタイヤを履いてたのを見せたら、バンちゃん使えませんと言ってタイヤ交換の必要がありますと言われてありますって言って怒鳴られていました。なんでバンちゃん、あんまり褒めると調子に乗るんで、これぐらいにして終わりにします。バンちゃんの本当のところをワクワクします。以上、いいね。よし、そう。